晴れちゃった。アイノだけは諦めて小太郎山に行ってきます。残念。うわっと、本日2度目の草し滑り。さっき3時半にここ通りました。大雨で引き返す。まさかこんないい天気になるとは思わなかったんで、予定を大幅変更して小太郎山に今3時間半ぐらい行ってきます。急登が続くね。草滑りはすげえわ。これでエントショって吐くの、歩くの。キツキツだね。すげえ設計だ。今日は小太郎山、あっちの方ですね、行くのは。完全に開幕祭なんだ。もういいね。じゃダメですよ、これ。これすごい、結構な。
あ、落ちるとやばいけど。よいしょ。ここかいな。すげえとこ通るな。後で通るおばさんたち大変だぞ、これ。あるとは思わなかったな、うん、おうわ、ハイマツ。え、ここ行くの？リボンがあるの？行きたくなるけど、え、あそこにもなんでリボンがあるんだ。こっちだよな。よし、意外にスリルがあるとこだ、これ思ったより道迷いもしやすいし。下だよ、下。知っていかないと。下に道がある。こっちはまた岩場、落っこっちゃう。調べないで来ちゃったけど、意外にスリルのある道を間違えやすい山です。ああ、間違えたらすぐ引き返しましょう。でやり直し。よいしょ。岩に上がろうとするルートなし。なんだこれ。あ、いや、一番やっちゃいけないやつ。だから岩がずっとつるつる滑る。下じゃないよな。
こっち道がないですよ。ああ滑る。根っこがあるし。近っ。よかった。こっちかと思って。道がないなと思った。ちょっと。ああ樹林帯に。初めて入りました。小太郎山の分岐から。あれ、この向こうはない。あるかな？ああ、もうやっぱ前だ。あ、前小太郎山。崖だよ、こっち。あれが小太郎山だ。誰もいなそうだな。足元をしっかり確認しながら行けばまあ問題ないけど、結構スリルあるとこだったな、ここ。また戻るのをちょっとルートを見失いように行かないと。おーと、あ、来たかな、ようやくか。結構長い感じがする。1時間ぐらいかかったかな。あ、まだか。あれだ。岩が滑るから気をつけないと怪我してしまう。これもツルツルして。太郎さん、こんな大変だと思わなかったよ。ちょっと崖じゃないですか。ここ行くしかないじゃないですか。
あ、降りればいいのか。よいしょ。あ、久しぶりに慎重に行くべき登山道だったな。脇は崖があったりするし。よいしょ。あれ、まだじゃん。山中標識は見えない。偽ピークか。予定よりだいぶ時間かかっちゃったな。慎重に行くから。あれ？あ、違うんだ。まだあっちだ。もう着くかな。おいおいおい、いて。また蹂躙帯に戻った。そろそろ。道がある。
おお、あれ、ようやく標識見えた。おお、ケルン。ここにケルンがあっても間違いないけどね。あ、やっと見えた標識。本当だったら消防抜群だろうな。来ただけ行っても同じことだ。今日は来ただけはまたアイノダケと一緒に来るから、またの機会で。よいしょ。ああ、長かったよ、コタロ山。大変でした、意外に。いやいやいや、でもこれ本当眺望抜群だろうな。360度遮るもの何にもない、最高。